今回はランコマンドを使ってみます。ランコマンドはマネージドインスタンスに対してタスクを実行する機能です。セッションマネージャーは SSH を使うことなくコンソール接続できることがメリットでしたが、ランコマンドはコンソール接続することなくコマンドを実行できるのがメリットになります。汎用的なタスクとして AWS 提供の AWS LAN シェルスクリプトがあります。ちなみに AWS LAN Power シェルスクリプトもあります。 AWS LAN シェルスクリプトはマネージドインスタンスに対してパラメータに指定したシェルスクリプトを実行することができます。早速使ってみてイメージをつかんでみましょう。 SSM のメニューからランコマンドを開きます。AWS LAN シェルスクリプトを選択します。実行したいコマンドをパラメータに渡します。コマンドを実行する対象のインスタンスを選択します。実行してみます。はい、コマンド実行が成功しました。出力結果も表示することができました。 LAN コマンドは複数台に対して実行することもできます。 AWS LAN シェルスクリプトだけでなく、他にも AWS 提供のコマンドはいろいろと用意されています。またカスタム管理のタスクを作成することもできます。いろいろと試してみましょう。今回は以上になります。